はい、どうもこんにちは。ともきんこと、ともがいりょうたです。突然やけど、もうすぐ2月終わりですよね。で、今年、僕が目標にしてたんが、何でもかんでもチャレンジしていくことなんですよ。で、今気づいたら、YouTube しか特にやってへんやんっていうふうに思ったんですね。だから、ちょっとね、他のことにも取り組んでいこうって思って、ビートボックスでも YouTube でもなく、マジック、真剣にやっていきたいなっていうふうに思いました。で、このマジックはね、僕もちょっとだけ今チャレンジしてるんですけど、もうほんまに、みんなに見せるほどではないんですけど、ちょっとね、やってみたいなって思います。今、この場を借りて、やってみたいなって思います。ちょっとあんまりね、ほんまに自信ないんですけど、今からやるマジックは、この40円のマイクを、2万円以上するマジックスティックに変えたいなっていうふうに思います。で、これは、もう見ての通り、種も仕掛けもございません。で、これを僕が魔法をかけてマジックスティックに変えたいなっていうふうに思います。それじゃあ、いきますよ。3、2、1で変えてみます。では、3、2、1。はい、なんと、40円のマイクが消えて、2万円以上もするマジックスティックになっちゃい、あれ？はい、それではボイパ講座移っていきたいと思います。今日はですね、簡単に出せる音やけど、でもビートに取り入れたら結構かっこいい感じになる。そんな音の出し方について紹介していきたいと思います。それではまずは実演をご覧ください。はい、いかがでしたか？今日やった実演はいつもと同じようなビートをやりました。で、その中にたった一つこれを取り入れました。で、これは結構簡単に出せる技で、で、簡単にスニアドラムを出す方法みたいなところで紹介したと思うんですけど、これにとっても出し方が似てるんですよ。っていうか、まあ、ほぼ一緒ですね。じゃあ今日はこれの紹介をしていきたいと思います。まず、口の形をこんな感じにしてください。タコの口の形ですね。で、これにして、このまんま、トゥって低い声で言ってみてください。そしたら、トゥトゥトゥ、こんな感じでちょっと濁った感じになりますよね。で、これを、だいたい声4割、空気6割、出す空気ですね。っていう感じで出してみてください。そしたら、こんな感じの音が出ます。で、今回、発音の仕方は、トゥで発音してください。で、前に紹介したスニアだったら、トゥフっていう風に発音するっていう風に言ったじゃないですか。これで、優勢のスネアドラムの音になるんですけど、今回はトゥって発音します。で、2回連続で出すんですけど、トゥトゥって感じで出してみてください。トゥトゥ、トゥトゥ。はい。これで出来上がりです。まあ、これは言ってしまえば優勢のスネアドラムの連打みたいな感じですね。で、これいろんなところに使えて、例えば、みたいな、なんかこう、めっちゃ連打と繋げることもできるし、結構いろんなところで使えます。はい。今日のボイパ講座いかがでしたでしょうか？こんな感じで皆さんからのリクエストにお答えしております。Facebook、YouTube、Twitter どちらでも構いません。メッセージ、コメントをお待ちしております。それからですね、動画の最新情報をゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録をして、動画の最新情報をゲットしよう。それでは、See you next time. はい。ということで、また次回もお楽しみに。